でも、まあまあ、受験です。始めました。こんばんは。受験じゃないでしょ。受験じゃないよ。ゴン太郎さんファンレベル13、ありがとう。こんばんは。今日買ったムズ202人、タルタルソースさん。今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。二度目の方もありがとう。こんばんは。もん。こんばんは。94セルソファーレベル13、ありがとう。初見です?違うくらい多分。こんばんは。よかった?こんばんは、たまん。こんばんは。たまん。お肉食べるの?お肉食べない。なんで?あ、これ、絵文字?絵文字は、これ今、お肉のイベント出てるから、お肉の絵文字。りょうさん、レインボースターありがとう。2時間くらい ?9 時半まで。間違えました。早い。言うのが、ありがとうございます。こんばんは。初見ですの間違えました。言うのが、こんばんは、あんたもん。6位の方、6位になって ?6 位になって何?きなこでしょ6位に6位になってる。今日発信してないのかな?わかんないけど。こんばんは。このイベントの概要を見たけど、2位だと3種類の中から選べる権利。そう。そうです。2位までかな?もらえるのは。こんばんは。いつもの方ありがとう。だまん。こんばんは。今日買ったムズ。203人、サクッと軽くて美味しいよさん。今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは、どうも。今日まだなの?チャンツじゃん。チャンツ?今日まだって何?あ、ひなこ?わかんないけど。知らん、わかんない。まだしてないんじゃない?多分。二度目の方ありがとう。天ぷらのことかな?天ぷら?何が?肉もあって家の中でバーベキュー味しないよ。持ってないよ、私はホットプレートとか。持ってない。まだ通知はない。あ、ひなこ?味してないんだ。こんばんは、とも。こんばんは。今日の生活はショールームのイベントギフトで結構助けられて、イベントで確かに。まあ確かに。あ、サクッと軽くて美味しいよ、さんのこと。天ぷらのことは確かに。サクッと軽くて美味しい。確かに。天ぷらかな。こんばんは、どうも。どうも。扇風機の風で髪が。屋上でバーベキュー。屋上でバーベキュー。いいな。バーベキュー。YouTube ライブしよう。あ、そうなの ?YouTube ライブ?ひなこ?あ、そうなの。YouTube ライブか。最近してないな。でももう YouTube の。Twitch でいつもしてるから。ゲームするとき。こんばんは。どうも。あなたの髪は素敵です。髪の毛。ありがとう。最近の推しゲームなんかありますか?推しゲーム、特にない。最近ゲームできてないんだよね。うん。初詣の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。今日前髪巻いてるんだ。いつもと多分変わんない?
いつもアイロンは通してる。通さないことない。二度目の方ありがとう。こんばんは。かい。何かい。かい。気になってるゲーム ?8 番乗り場あの。エペは推しじゃないの？最近推してるでしょ？最近推し、最近の推しゲーム。エペはもうずっとやってるもん。だから。推しゲーム特にない。じゃあまたね、またね。いつもの方ありがとう。こんばんは。バイオハザードは多分しないよ。しないかな。PUBG。PUBG の勧められてたな。高い、PUBG。打ち上げさんファンレベル12。ありがとう。おやすみ。おやすみ？早いな、寝るの。寝るの？おやすみ。新幹線面白かったからなぁと思い聞いてみた。あ、新幹線？新幹線0号？あれはもう十分かな。二度目の方、ありがとう。すぐにもやってないなぁ。やってないですね。夫婦順位でもめっちゃスパルタ指導してあげる？スパルタ指導？いいかな。あ、1位だ。ありがとう。ありがとうございます。1位。ありがとう。1位だよね。1位になった。ありがとうございます。あ、許可あったもんです。204人。ただちゃんさん、はじめましての方でね。初めての方。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今月から、ありがとう。小屋コードで27。小屋コードで27キロは、ひなこだよね。ひなこ、私じゃない。私結局、あのさ、あの、e スポーツの運動会ってなったじゃん、イケビで。あれ、小屋コード参加してないからな。してないから。暑いからホラーゲームで涼しく。やだよ、その涼しくなり方。やだよ。こんばんは、どうも。こんばんは。あ、つもの方ありがとう。こんばんは。どうもよいしょ。こんばんは。こんばんは、どうも。仕事の終わらせ方教えてください。仕事の終わらせ方、わかんないよ。わからないよ。私、聞く人間違えてるよ。こんばんは、どうも。晩ご飯、まだ食べてないですね。食べてない。写真撮るかな？つももさんファンレベル12、ありがとう。聞く人間違ってる。間違ってるよ。わからない、私。聞いても。ふぐちゃんと心霊スポット巡り？私は絶対行きたくないけど。私は絶対に行きたくないですけど。何ラーメン？油そば食べた？結局。ラーメンじゃなくて。油そば。お昼でしょ？お昼油そば。夜はまでだけど。夜さ、結局冷凍チャーハン昨日も食べなかったからさ、今日こそ食べようかな。こんばんは、どうも。あちらのお客様からですって言えなかった。よかったわ、なくて。あちらのお客様からですってもう無理だから、ラーメン。無理ですから、ラーメンもう一杯来て。無理よ。焼きうどん簡単だよし。でも、うどん買ってないから、いいや。今度しようかな、じゃ。聖地巡礼するならどこ行きます？聖地巡礼。聖地巡礼？そういうのしたことないんだよな。何がいいかな？何がいいかな？
こに何がいいんだろう。特にそんなさないんだよな、政治上でできるやつの好きなやつが。夜でそう食べた、あの油そば。いつもの方ありがとう。お、ビューティフルって書いてある。Thank you. Thank you. うん、ほら、ありがとう。ありがとうございます。いつもの方、二度目の方もありがとう。あちらのお客様から煮卵5個です。煮卵、ちょっといいかな。まずは追加。あれ、あの、ハリーポッターのさ。あの、どこだっけ、あの、あれでしょあの、なんでさ。あの、どこだっけ、年前だっけ。ね、あれっつうね。餃子ならあちらのお客様からです、歓迎。あ、餃子とかだったら、これなんかサイドメニュー系だったらいいかも。ラーメンもう一杯は。きついよ。無理よ。はい、ジュンです。こんにちは、こんにちは。こんばんは、どうもーん。コンビニ卵うまい。そうなの？卵買ったことないよ、コンビニの。美味しい？お疲れ様です。お疲れ様。替え玉。確かに。もう一杯来て。でも無理よ。な、食べれない。お会計の伝票はあちらのお客様からです。絶対に来るな。おごってくださいってことで。絶対嫌だよ。返す、その。替え玉な、たまにいける。替え玉ほぼしたことないな。あるかな？ないかも。あったとしても一か。無理だ。無理だよ。できない、そんな。二度目の方ありがとう。こんばんは。たぶん久しぶりだ。久しぶり？やっほー。キャンシーさんファンレベル13。ありがとう。夏物の方もありがとう。ひょうこちゃん肉派なの。魚か肉？お寿司とかも好きだよ。両方好き。両方好きです。そんなんじゃ、僕、番組出れない？いや、出ようと思ってないのよ。別に。思ってないよ。初見です。して違うでしょ？変えたもん、大食いな。誰変えたって。誰？こんばんは、どうも。100ポイント、ありがとう。キャラボイス100完了、ありがとうございます。二度目の方ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。辛いの食べる番組に？辛い、でも辛いのもさ、そんなさ、辛いの食べる番組あるじゃん。あそこまで辛いのは無理よ。無理よ。もう食べれない。中辛ぐらい、中途にいたから。美味しいものは美味しいから。美味しいもん、まあ確かに。こんばんは、とも。YouTube で大食い企画？いや、そんな食べれない方つまんないよ。二度目の方、ありがとう。ただの食事になっちゃうな。普通の。ジャイアントはまた大食いです。ジャイアントはまた、なんか強そう。大分のラーメン、豚骨。大分のラーメン屋さん、豚骨屋さんが多いかも。九州どころかな。豚骨屋すごいな。頭の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは、とも。たまーん。ただの食事もいる。そんな食べれないもん。そんな、大食いってほど食べれない。美味しそうに食べる人好き。確かに美味しそうに食べる人いいよね。私もよく、もっぱん動画見るもん。いつもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。お、よかったもんす。205人、田舎者さん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。いつもの方、ありがとう。こんばんは、いたまん。もいちゃんのおすすめのラーメン屋さん？ラーメン屋さん？一
ちっちゃい頃しょっちゅう行ってたのは、しょっちゅうってかよく行ってたの、家族でクータだけど。でも行ってたところさ、なくなっちゃってさ、今あるのかな、クータってラーメン。なくなったんだよね。結構からし高菜が置いてあって、めっちゃラーメンに入れてたわ。今もあるかわかんない。こんばんは。ラーメン一杯さえ食べられなさそう、私。ラーメン一杯よ、よ、よ。一杯いける。ケンセマーキさん、ファンレベル11。シーパーセキフロマイさん、ファンレベル32。ありがとう。ありがとうございます。クータン、クータじゃない。クータンじゃない。クータ。クータ。ラーメン、クータ。調べてよ。いや、あったんだよね、前。でもなんか、なくなったんだよね、その、前行ってた店が。でもチェーン店だから、ラーメン。あ、まだあるっぽいな。あ、違う店になってる。奥丸って出てきたと思ったら、ラーメン食うたで。奥丸って店になってる。なくなったのかな？ラーメン食うた。なくなったのかも。マップじゃなくて、ネットで調べよう。クータン閉店って出てくるんだけど、あと極丸って出てくる。美味しかったんだけど、あの閉店って書いてある。なくなったのかも。なくなったっぽい。チェーン店だった。こんばんは、とも。今日固まった206人。安楽さん、ありがとうございます。今月から。ありがとう。ありがとうございます。初めてだ。ありがとう。二度目の方、つぼの方、ありがとう。こんばんは。前初めて行った牛丼屋で、大盛り頼んで残して帰ったことある。やばい。めっちゃ多かった。こんばんは、どうも。こんばんは、初見さん、コメントありがとう。こんばんは。いつもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは、とも。こんばんは。同じの味のものを食べ続けるのが苦手だってこと。じゃあ、大盛り絶対無理じゃん。なんでも。こんばんは。たまん。先週食ったみたいな年中閉店セールしてるとか。食うた？いや、もうなくなってるね、閉店で。ないですね、お店。こんばんは。大盛りってそんな多くないやろって思うと、意外に多くて困ることある。わかるよ。初詣の方、二度目の方にと、地元の強烈すぎてた美味しいラーメン屋さん作る人が、インド人に変わったら、3ヶ月で無事消えた。やばい。消えちゃったの。残念だ。どうもの方ありがとう。例えばさ、昨日までのさ、お礼メッセージ、そのタワーの方とさ、それ以外の方で書いてるんだけど、少しタワーの方だけ送れたから、残りのやつちょっとためすぎててさ、残りのやつ今日の夜配信全部終わったら、今日の配信全部終わったら送れますね。初詣もの方、2度目の方ありがとう。こんばんは。こんばんは。待ってるね。
後で送ります。今日夜に。ユーティーさんファンレベル13ありがとう。自分俺メッセージとかいらないんで枕ください。じゃ枕はあげれないかな。頭の方ありがとう。こんばんは。どうも。私は入社解禁日いつ、いつでしょう。わかんない。こんばんは。どうも。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。あ、喉がダメなめよ。まあ、なんか歯にまだあるわ、いっぱい。あと10個ありそう。いつもの方、2度目の方ありがとう。まだ喉治らない。まだ完璧には治ってないよ。でもだいぶ治った。そういえば熟成メイクアップだったのダメ。どこに行ったんだろうね。もう、もう諦めてよ、あれ。諦めましたね。初見です。初見さんコメントありがとう。こんばんは。どうも。なこちゃんみたいに男梅なみたい。男梅あんま好きじゃないんだよね、私。あんま好きじゃない。なんかあんまり好きじゃない。梅は好きなんだよ。普通の梅は好きだけど、あのなんかね、甘い、あの甘さが好きじゃない。男梅の普通の梅好きだけど、男梅はちょっと違う。いつもの方ありがとう。ヤンバクさんファンレベル11ありがとう。マクリザイさんもファンレベル11ありがとうございます。ありがとう。なんか甘くない？男梅って。ちょっと食べたことあるけどあんま好きじゃないね。あんまり。梅のお菓子でもさ、その梅そのまんまのやつあるじゃん、ご放送されてて、あれは好きだよ。でも男梅なんかちょっと甘くて、あんま好きじゃないんだよ。そのさ、蜂蜜梅みたいな甘さなんじゃなくてさ、男梅って。なんか、お菓子っぽい甘さ。なんかちょっと違う。蜂蜜梅みたいな、ああいう甘さじゃなくて。だから、あんま好きじゃない。うん。猫が好きなもの好きじゃなくて。猫が。なんか好きなんだね。ごめん。私はあんま好きじゃないな。梅そのもののお菓子みたいな。梅そのも、お菓子っていうかさ、なんか売ってるじゃん。梅そのままの、包装のやつ。種なし梅みたいな。あれは好きだけど。カリカリ梅。あ、そうそう、そういうやつ。のやつ。でも男梅あんま好きじゃない。こんばんは。あんたも。マクはないよ。今日がじゃないとりにせ。何を言ってんの。シュに梅入れる。シュシュ飲まない。シュ飲まない。そうカリカリしてるやつ。富士屋のミルキー、あ、ミルキーはいいけど、甘いの。米はあんまダメなんだよ。人工甘味料つく。うん、だからかな？よくわかんないけど。男梅の甘さがあんま好きじゃん。
おにぎりも梅だ。え、梅は好きなんだよ、梅自体は。でも男梅はあんま好きじゃない。男梅なんか、男梅ってだってさ、普通の梅の味じゃないじゃん、ちょっと。お菓子みたいな甘さがあるさ、梅味って感じじゃない。じゃない？男梅の味って。あれがあんま好きじゃない。トガちゃん酒強い。いや、全然飲めないです。いちごも飲まない。飲めないな。しょっちゅう無理。日本酒とかも。無理。お菓子、お菓子だよね。男梅。味が。あんま好きじゃないんだよね。蜂蜜梅は好きだよ。その、梅のさ、甘いのはいけるんだけど。梅。男梅は、蜂蜜梅みたいな甘さのやつじゃなくってさ、お菓子みたいな甘さがある。その味があんま好きじゃない。こんばんは。ティンさんファンレベル23、ありがとう。ありがとうございます。酒強そうな顔してる？強くないよ。飲めないです。こんばんは、どうも。普通の梅もいけるところ。カリカリ梅とか、蜂蜜梅とかは大好き。でも、特梅はちょっと違う。梅沢富美男さん。梅沢富美男さん。梅違いよ、ちょっと。普通じゃん、それ。買い物みたい。違います。乃木坂の梅？乃木坂の梅？どういうこと？日本酒飲みそうなのに、飲めない飲めない。飲めない。こんばんは、どうも。初物の方、二度目の方、ありがとう。スパイマン好きで一時期毎日食べた。スパイマン、干し梅のやつあれ？食べておくとないな。最近、ひなこと会ってないね。最後に会ったの。ひなのも、みつおちゃんもだけど、三人と最後に会ったの4月。ひなのの。ライブ見に行った時が最後。会ってない、そっから。初おもんの方ありがとう。こんばんは。どうもーん。こんばんはー。うのめちゃん忙しい。ね、忙しそう。すごいよ、みぞちゃん。YouTube からね。バズってるから。ケイメンバーで最後に会った。メンバーはずっと会ってない。その、卒業公演以来。会ってない。山田を見に行けなかったら、私は最初。何を言ってるんだ。ジョコンジョガエルの梅さん。誰だ？わかんない。こんばんは。最近は人と会ってないね、確かに。会ってないかも。会ってない。うん、気づいて兄になってた。強い。いつもの方ありがとう。まあまあ。どうも。いつもの方2度目の方ありがとう。こんばんはー。慣れるためにホストクラブ行ってみよう。YouTube 企画で。慣れるために、何の慣れ人に慣れるためにみたいな。人となんか喋らない人だと思ってる。喋れるよ。慣れるためって何なんで言い返したいのそこに。人間不信違う別に。初おもんの方ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。今日は外出れた。ひどいな、その言い方。外出れたって。今日外出たよ。ラーメン食べに行ったから。ラーメン食べてきた。外で。インドアのね。インドア。毎日は外に出たくないかな。
毎日何ちゃんやかな、家に101日いる日が欲しい。週1、あの1日2日ずっと外に出る、毎日外に出るのは好きじゃない。ラーメン食べました。ラーメンじゃないの、油そばだ。油そば食べた。ラーメンじゃない、間違えた。よく油そば食べたの。虹色のソラさん、ファンレベル12、あやと。風邪治る、喉、でもだいぶ治ったよ。ほぼ治った。もう。ほぼ。喉だけ、だけ喉だけだけど。声戻った。人間怖い。人間、そんなイメージ、私人間怖いみたいな。違いますか？違いますよ。イシーさん、ファンレベル25、ありがとう。こんばんは。同じく外に出会えてやると結構、でしょ？ちょっと外に出るだけとか、別にあれだけどさ。もう一日外に出る日が毎日は嫌だな。部屋でダンスしたりしないよ。だってもう、前まではさ、そう練習とかでさ、部屋でダンスはあったけど、もうしないからさ。ウーバー派かと思った。ウーバーは、見てたまーに。あんましないです。この世に油そばがあったか、ストデーなのかよかった。確かにこの世に油そばあってよかったわ。油そば。うん、許可タムズ207人。ヨッチさん、ありがとうございます。今月初めて。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。もう200人。めっちゃいいペースじゃない？ 7 日で。白飯食ってる。白米。白米も食べてるよ。食べてますよ。2度目の方、ありがとう。油そばから、ラー油麺？ラー油麺にした。よりラー油麺。ラトムの方、ありがとう。目が白いからたまには太陽の光を浴びね。え、浴びてるよ、ちゃんと。今日も出てますから、外。そんな、何しててな、みたいな。太陽の光浴びてな、みたいな。浴びてます、じゃん。うん、フラマンさん、レインボーしてありがとう。あいつね。うん。二度目の方、ゾムの方、ありがとう。ダンス配信、なんだ、そりゃ。しないよ。外出てもスマホ触ってるのは快適だったりして、何してるんだろうってなることある。スマホ触ってるのちょうどいい時間潰してる。気づいたらさ、めっちゃ時間経ってて。ちょうどいい時間時間潰すとき。ゴルフ始めよう。ゴルフいい？ゴルフいい？それかわかんないけど。の光を浴びたとき消えちゃう。鬼滅の刃の鬼じゃ言えないよ。ちゃんと出てますから。今日も油そば食べてきたし、お昼出てるじゃん。こんばんは、どうも。でも明日乃木坂46アンダラ行きます。7年ぶり。何年ぶり？そんな久しぶりに行くの？楽しみだな。ゴルフはずっと外だからハードルだ。確かに。ずっと外か。高いかも。二度目の方、ありがとう。こんばんは。海とかプールとか行かな、そう。行かないな。ないです。山田さん、プロゴルファーへの道。ならないよ。ならないよ。スマホ最新機種から話は、あ、まだいいかなと思って。今12使ってるんだけど、バッテリーのさ、状態もそんなに悪くないんだよ。ここから。バッテリー。75切ったらさ、変えた方がいいみたいな感じじゃん、バッテリーって。
まあ、86% でさ、最大容量です。そんなに、そんな悪くないから、いいかな。まだ。太陽克服しよう、タオコフネズコね。太陽別に私苦手じゃないのよ、別に。どうもの方ありがとう。キャンプしたことないね。そんなにキャンプしたいと思ったことないかも。こんばんは、どうも。うん、今日買ったもん、208人、あわれさん。あわれさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。あつおもの方もありがとう。バッテリーがバテり始めたら、バッテリーがバテり、何を言ってるんだ。はい、よかった、むずいなられた。ありがとうね。ありがとうございます。あつおもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。バッテリー交換して一生使う。バッテリー交換するんだったらもう、買った方がいいよ。機種変。機種変でいいよ。なんかここ寒くない？みんなでダジャレ言うから。なんかに当たると死んじゃう。なんかやろうか。なんかやろうか。頭の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうも。そうそう、病院行かなきゃな。髪色がもう落ちた。行かなきゃ、そろそろ。待ってる、修理って表示されてる。遅い、やばいよ。やばいよ。修理しなきゃ。最近好きな友達も変わろうって思った。スマホ、うん、バッテリーの75を切ったら買おうかな。うん。頭の方、ありがとう。うん、こっちのサイド、大容量見られる機能、いました？ありがとう。この機能。75切ったら、買い替え時っていうのを見たら、聞いたことある。75。設定からバッテリーってとこして、バッテリーの状態と充電ってとこしたら、最大容量見れる。私は86か。こんばんは、どうも。バッテリーのせいで今日が楽しそうよ。携帯ダメになっちゃった？それはもう変わるしかない。いつもの方、ありがとう。iPhone13% だったけど、83%？ 25% 聞いたら、なんか、ずっとダジャレ言ってるよ。私の携帯あれなんだよね。一回さ、携帯が壊れちゃって、なんか、本体交換したの。なんか、携帯、アップルのなんか保険かな入っててさ、交換一回無料で、交換したんだよね。だから、まだちょっと、バッテリーの最大容量、まだ持ってる。頭の方、ありがとう。こんばんは。あ、ひなこ配信始めたの、今始めたのね。たぶんスマホって1日何時間くらい携帯で見れるよね、確か。スクリーンタイムってやつか、一応か。どれ見れなかったっけ。携帯さ、触ってる時間みたいな。あ、違うか。見方が分かんないけど。うん、カズさん、ファンレベル16、ありがとう。ありがとうございます。カズって、そのモンキー、何言ってるんだ。何言ってん
なこに何か文句言ってこよ何を言うの僕に。ないけど。いや、なんかあるの？スクリーンタイム。スクリーンタイムから見るんだっけ？どうやって見るんだっけ？わかんないや。いや。なんか配信だけして放置してる。何してんの？あ、バッテリーから見れるの？携帯使ってる時間？画面オンってやつか。画面オン。5時間。え、いつのやつこれ。今日。ん？いや、24時間の間で。ん？でも画面オフ4時間なんだけど、よくわかんない。よくわかんない。24時間以内で。画面オン5時間、画面オフ4時間。24時間のね。おかしくない？ちょっと時間。よくわからない。お母さんが行くのや。どこ行ったの、ひなこ。配信投げして放置してんの？何やってんだよ。何やってんの。ひなこ。ひなこライバーだっけ？あ、なんかおかしなことしちゃった。あ、結局戻った。元の画面。なんかどこにいるの？見ようと思ったよ。どこにいるかわかんない。なんか。ひなこライバー？あ、いた。いるじゃん、ひなこ普通に。ひなこ来た。いつもの方ありがとう。いつもがスマホいじってる時間計測するバイト。どんなバイト？いつもの方ありがとう。ひなこ反応してきた。面白その点けど、ひなこに伝言特にないけど、初詣の方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。いいよ。ちょっとひなこちゃんのとこ行ってキラ星投げてきた。ひなこ今このイベントいるから、今6位にいる。え、もうないんかい。ない。ちょっと伸びたら切ろう。その前に美容院行くか。ジャムの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。ちゃんも定型も考えるって言ってた。言ってた。こんばんは、とも。ジャムの方、ありがとう、とも。病院いつ、病院いつ行くか決めてない。いつ行こう。今月中。いつか行く。二度目の方、ありがとう。こんばんは。こんばんは、とも。美容院通学決める会にする？いや、やんないよ。やんないよ。え、ケム考え、あ、私は考えるの？考えてないけど。
松尾の方ありがとう。フォローもありがとうございます。定型文、初見です。初見じゃないでしょ。それ、みんなの定型文なの？変でしょ。私が初見って言ってるみたいな。二度目の方ありがとう。こんばんは。なるほど。定型文な。配信会のとこで。どこから来たの？配信ルーム？あ、これか。おすすめコメントってやつ。おすすめコメント。おすすめコメント。何がいいんだろう。こんばんは。とも、二度目の方ありがとう。何センチ切るか世論調査できる。髪の毛、え、切らないよ。前の感動の時も定型文作ってないね、私。一回も設定してない。してないですね。初見です、最初から。初見ですとか、何があるんだっけ？こんにちはとか、違うのかな？最初から、最初からのやつはね、もう変えられないんだよね、私側で。おすすめコメントの設定はできるけど。配信画面を並べてみてるけど、男性かわいい教科ちゃん。ダントツ？嬉しいな。ありがとう。今日の体験文決めるバイト、どんなバイトだよ。どんなバイト？お疲れ様でした、もう。体験文なんだ。あらち、サーベクアンまで髪切ろう。やばい。どうした急に。いつもの方、二度目の方ありがとう。うまいとかもあるの？まあまあ。危険詐欺ですわ。直球。いつもの方ありがとう。定型文、俺の夢。怖いよ。怖い。でもバレーボールは5個持てます。どんな定型文？みんながバレーボール5個持てるみたいになる。どんなこんばんは、どうも。いつもの方ありがとう。どうも。こんばんは。ケーブメロン2個持ってます。誰でも持てるよ。両手2個ずつ。誰でも持てる。2度目の方ありがとう。こんばんは。実は私長女でしたから。なんでみんながそれを言うの？みんな長女になっちゃうから、そのコメント。どんな定型文？なんだよ、それ。こんばんは、どうも。どうもこんばんは。定型文な、何がいいかな。3つまで決めれる。最大10文字までだって。決める。日本ですね、こうってごめんなさい。え、何が？私が？どっち？え、けどお姉ちゃんお金振り込んで。やばい、怖い。文字数オーバーだよ。10文字までね。10。10文字までです。うん。あ、友の方ありがとう。こんばんは。追加参考は致死量ですわ。どういうこと？定型文、実家に温泉引いてます。どんな定型文？みんなで投げれば怖くない。嫌な定型文。投げることを促す。俺の嫁、こんにちは。俺の嫁がいいの、みんな。こんばんは、あんたも。いつもの方、二度目の方、ありがとう。今日からあなたもは必須。え、なんでみんなが言うのよ。私の定型文じゃないんだからさ。
こうみんながあの送るね、そのコメント欄にさ、あの打つ文章だよ。俺の嫁ありがとう、クロマさんありがとう、俺の嫁掛け軸ありがとう、どうの方ありがとう。みんながさ、今日からあなたも持ってきて私どうすればいいの。立場が変わっちゃった。こんばんは、あなたも初詣の方ありがとう。俺の嫁来た、俺の嫁掛け軸。今日何食べた、今日何食べたがいい、そんな気になる。髪型ウルフに俺もなる。どんなコメント。10文字までだから、10ね、10文字までしかいけない。こんばんは、どうも。夜勤、夜間勤務いつやろう、なし。今日から私は教科をし、私はお、ギリ10文字強制的。プロで今ウルフじゃない、顔周りだけ残してるけど、顔周りのウルフも切ろうかなと思ってる、最近迷ってますね。だいぶ伸びてるからウルフっぽくないよ今。顔周りウルフ、後ろはウルフじゃない。ズームの方、2度目の方ありがとう。こんばんは、ホロもありがとうございます。調子です、メロメロ、天上げ褒め言葉、天上げ褒め、天上げ褒め言葉。いつもの方ありがとう。可愛いが定番でいくもん。おすすめコメント。前髪もの、前髪はね、でも自分で定期的に勝手に切ってるから、ちょっと伸びてきたけど。はい。いつもの方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。こんばんは。どうもどうもー、こんばんは。定型文初見です、定型文より何言ってるんだ。今日外出れたとか、今日外出れ、いらないよそれも。髪増えた、髪増えたって何、何よかったも可愛いで10文字。それ、ひな可愛いと一緒だよ。パクるひな子の。あります。こんばんは、どうも。ひなのさ、ひなって言っちゃった。ひな子のさ、あの、定型文って誰が設定してんのかな？ひな子なのかな？わからないんだけど。定型文何とは投げればいい？怖すぎ、その定型文設定するの。初詣の方ありがとう。こんばんは、とも。リップ塗ります。出します。薄い。また昨日と同じの着てるわけないじゃん。違いますよ、変なこと言わないでよ。人類で一番強化が好き、気持ち長いよ、気持ち長い。いけるのかな、ギリ長いよね、ギリいけるか、10文字。ああどうしよう。ギュッと投げるから殴らないで、何を言ってるんだ。二度目の方ありがとう。こんばんは。リップ塗っても作る。リップどういうコメント、みんなから言われるの、リップ塗ってって。なんでよ、火星から見てます。どんなコメント、
タワーちょうだいでシンプルでいいよね。シンプルだけど直球すぎるな。怒られちゃうショールームからさ。夏雨の方、2度目の方、ありがとう。ありがとうございます。うん、こんばんは。どうも。むずいね、おすすめコメント。ひなこのやつ、ひなこが決めてないんじゃない？思ったけど、そのアカウントをさ、管理してもらってるところがさ、決めてるんじゃない？定型文。ひなこがさ、定型文自分で決めてると思う？だってしてなさそうじゃない？なんかひなこのだってところさ、なんか YouTube とかのやつもちゃんとさ URL つけたりさ、最新動画とか、あと URL とかもいろいろついてるじゃん。なんか決めてなさそう。ひなこは決めてんのかな。上気はするんだけど。そう、アカウント管理してもらってるところがあって、ひなこ。あ、でもひなこなんか3位にいるんだけど。びっくりした今、ランキング見たら。ひなこなんか3位にいるよ。どうしたどうした。ひなこはさ、アカウント管理してもらってるところがある。事務所に入ってるわけではなくて。なんと、ひなこ、急に3位にいるよ。びっくりした。今2位、3位で続いてるわ。なんかアイテムが飛び交ってる。だからか。夏雨の方ありがとう。そう、同じイベント出てる、久しぶりに。ひなこスマホ音痴っぽい。スマホ音痴かわかんないけど、ひなこ設定したのそうだ。ひなこ自身がおすすめコメント、こんばんは。でもひなこにタワー、ひなこにタワー投げてきた。2度目の方もありがとう。こんばんは。どうもどうも。タマとひなこ抑えて1位の方すごい。1位の方強いよ。 S の方すごいです。中に抜かれたら切れない。別に切れないよ。赤い糸がつながったね。とにかく強化ちゃんが赤い糸がつながった。え、定型文どんな定型文。赤い糸つながった人だらけになっちゃう。投げてないよ。タワーだけ。優しい。優しい。チラッ続き。こんばんは。世間さんもコメントありがとう。こんばんは。初夢の方ありがとう。コラボ申請？あ、今ね、パソコンでしてるからコラボ申請送れないよ。スマホからしてたら送れる。パソコン、コラボ機能なくって。できないです。こんばんは、出す。こんばんは。こんばんは、出す。今来た？やっほー。タブのショールーム寒いね。不安なの。え、そう。アイコンでしようかな、ショールームの。北海道の写真にしてる、ずっと。どうしようかな、何にしようかな。よいしょ。ちょうどいい写真がない。二度目の方ありがとう。こんばんは。盛り上がってるのに急に終わった。ひなこ終わったの配信。早っ。早いな。ひなこ終わった。早っ。初もの方ありがとう。こんばんは。ね、ひなこ3位。びっくり。あ、YouTube ライブやるって今から。そういうことか。YouTube ライブ、なんか、インスタかな？ Twitter かなんかで言ってたの、そういえば。あ、明日やるんだ。15分のひなこ。
きなことしか短めないじゃない。メモの盛大にこぼして終わった。大丈夫かな。二度目の方に、と、2位に山田氏がいるって言ってやめちゃった。あら。明日の夜やるんだ、YouTube ライブ。YouTube ね。なんかの話になってしまった。奥原諦めたか。奥原さん。マジしたから終わった？いや、こうしたんでしょ、寝物。こうしたんでしょ。大丈夫から。肉タム VS 肉子。何言ってるんだ。おひなこ。私も一文字もないけどさ。強化の文字が。肉子やばい。60万近くの差が、あ、担当だ。いいのか、かわいい。あたし？ありがとね。心理が強すぎる。1位の方も強いからな。強いよ。こんばんは、あたも。なんかこぼしたおもらしみたいになってる。やばい。大丈夫、ひなこ。こんばんは、あたも。やほー。こんばんはと、エニョアットマーク、ももかえのアイさん、100回目の方もありがとう。ありがとうございます。ありがとう。アイさんのがちゃん、岡原ちゃんと、アイさんの奥原ちゃんと見るべきだった。飲み物こぼしただけね。二度目の方ありがとう。一は多分 VTuber 最強。あ、VTuber で一番強い方？それ強い。かわいい、この方めっちゃ。かわいい。夢かなんていうの、絶対違うよね、多分。きっと夢方。むずいな。VTuber とかさ、あと、プロゲーマーの方ってさ、名前がめっちゃむずいんだよな。この方めっちゃかわいい。1位の方、ドタイプです。そう、私の好きなタイプの VTuber の方。かわいい。山田さんの話は長くて安心。山田さんの話は確かにいつも長いかも。3回ぐらいしてる。岡原さん短いから。可愛いかどうかはお互いが残るが。え、何、私そんなこと言う。あ、1位の方。あ、どっちどっち。可愛いでしょ、1位の方。可愛いよ。ちょっと配信見たことあるけど、声も可愛いね、この方。2位の子、名前むずい？いや、私じゃん。むずい？むずいですか？初音の方、二度目の方、ありがとう。1位の方、昨日の夜、1時間半し、え、めっちゃ長いよね。すごい。3位の方も可愛くておすすめ。3位の方も可愛いよね。思ってた、いつも。可愛い。こんばんは、初見さんコメントありがとう。こんばんは。VTuber ってどういう方がやってるんだろうと思う。いや、もう思わないよ。中の人までは。もう可愛ければいい。可愛ければ。次の方に星投げた。いや、星投げたことない、誰にも。うん。2度目の方ありがとう。こんばんは。おっさんだったら。いや、でも声めっちゃ可愛かったから、1位の方。東方の人じゃないでしょ、きっと。2位の方が一番好き？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ボイスチェン、あ、確かにそれもあるのか。わかんない。確かに声変えられるわ。うん。3位の方にタワー投げてきた？3位の方。3位の方。もうだって、さっきはで8、違う、ん ?7 位じゃ、6位か。ん ?6 位だったのに、3位だもん。すごい。イラスト10万以上かかるって聞いたことある。VTuber？ で、VTuber になるのにさ、めっちゃお金かかるよね。
あの、その、まずさ、書いてもらうじゃん。キャラクターを作ってもらって。から、その、配信するようにさ、2D モデルっていうのを作るじゃん。動けるように。3D だったらもっとかかるし。かかるよね。個人でやってる人すごい。大きいところに入ってるんじゃなくて。頭の方、二度目の方に。と、ピューロの新アトラクション。え、ピューロって新しいアトラクションあるの？こんなのあるんですか？でもどういう方がやってるんだろうって思ってる？私？いや、私は、もう VTuber じゃない。これ、現実。めっちゃかかる。だよね。頭の方ありがとう。VTuber PC2 台で配信して、確かに。確かに。いいじゃダメなんですか？ダメダメダメ。応援して。煽り、提携。やばすぎ。絶対1位にしてください、みたいな。怒られちゃう、ショールームにそんな提携分。ダメですよ。クマさんじゃダメか。何が？クマさん？シナモロールの小さな大冒険とアトラクションが4月12日からし、そうなの？え、絶対可愛いじゃん、それ。シナモンのアトラクション？え、いいじゃん。気になる。いつもの方ありがとう。こんばんは。こんばんは。上に、縦つくだけ。これなんて読むの？縦？違うかな。6年。二度目の方ありがとう。ヨカちゃん、虫歯あるわ。定型文いらないよ。どんな定型文？なんでみんなから虫歯あるってさ、心配されるの。二度目の方ありがとう。こんばんは。うん。サンリオメンツ推し？サンリオメンツ推し？サンリオメンツ？あ？どういうこと？サンリオメンツ？ん？どういうこと？男の子？あの、サンリオのさ、なんか、男の子のやつ？あれ？え、何？何のこと？ポンコツ VTuber？ え、何が？何が？こんばんは、どうも。ズッキュン、ズッキュン。山田さん忘れそうだから DM 送っとく。山田さん忘れちゃうね。配信終わったら結構忘れちゃう。二度目の方ありがとう。で、ケブンインプラントしてる。どんな定型文？インプラントしてないけど。久しぶり来た。髪伸びててかわいい。髪結構伸びた。伝わる？ちょっと黒い服着てるけど。ぐらいだまで伸びました。伸びた。順調に伸びてる。二度目の方ありがとう。シナモン、ぽっちゃっこ、ダニエルとかのメあ、そういうことね。全然美味しい。私が好きなのは、コギミュンと、モップくん。あと、最近は、あの、花丸お化けも好きです。花丸お化けはちょっとあんまグッズがなくて。ほぼ、これだけ？これだけしかないんだけど。今度サンリオショップ行ったら見てくよ。サンリオショップ最近行けてなくて、めっちゃ行きたい。サンリオショップ行きたい。これ。これしかない。この、前髪クリップ。かわいい。ファンの方からいただいたやつ。めっちゃかわいい。あと、ガチャガチャマスター、そういえば。前に、花丸化けの。ガチャガチャ。大正ジュニアさん、100回目の訪問、ありがとうございます。ありがとう。クロミちゃんは妹が好きだね。私じゃない。山田さん、DM 送れないの？え、送らなかった？何が？ X は、あれだね。送れないかもしれない。X、なんか あるよね、X ってなんかさ。え、何だ？送れなかった？
大分三両の聖地、大分はピューロランドじゃないわ、間違えた。ピューロ東京だね。ハーモニーランドっていうテーマパークがある。テーマパーク。あの、三両の。インスタ送れなかった？あれ？送れなかった？どう？なんでだろう？こんばんは、いとも。ハーモニーが置いた。そう、ハーモニーが。ハーモニーランド。送れなかったのかな。ゲーム来る方は私を返す。方は私を返して。え、なんで？見てみよう。インスタ？なんか設定みたいなのある？どう見るんだ？どう見るんだ？かんね。見てみよう。設定？この方すべて私メッセージリクエストを許可してね、ためなんちゃう。あれ？なんで？なんでだ？え、なんか設定で変えれる？え、その設定、何もいじってないからかな。難しい。難しい。ショルマン V ラーバーさん向け PC 配信、PC 配信盛り上げツール。あ、そんなのあるの？すご。ショルームじゃない。メッセージとし、メッセージコントロール。あ、うん？ヒートゴールはあなたをフォロー中の人からメッセージリクエスト、何回のメッセージリクエスト、受信拒否しない限り。メッセージリクエストフォルダに届きます。これだな。メッセージリクエストってやつにすればいいんだ。え、きっとそうのはず。ストーリーズへの返信。出ていけるはず。どうです？難しい。ちなみにイラスト1枚からでも手軽に動きのある配信ができるし、ショールーム？すごすごいな。なんで置いてもピューロランドにしなかったの？名前？なんで一緒の名前なのよ。DM って頼むからいい。DM はね、いいね送ってないね。ストーリー？メッションしてくれたやつは、いいね押したりしてる。あ、くれた？よかったよかった。ほんとだ。これね。喋っとこう。できた、できた。あ、つもの方ありがとう。今設定してる DM ってインスタ、インスタ。X だっけ？ X はさ、なんか入んないといけなかったよね。X の。なんか、確か。X は、あの、サブスク？確か DM。たまに DM 送る方は、ひなこを返してお願いします。ひなこ、いい迷惑。嘘はあれだね。X ってあれ、あのサブスクさんあるじゃん。バッチの、青バッチの。
あれ入んないとさ、できないんじゃないっけ？ DM のやつってなんか誰、みんな、なんていう？忘れた。なんかあるよね、そういうのが。確か。確かあったはず。どうやってるの？確かに。確か。カロン TikTok サブスクに入ってます？入ってます？ TikTok サブスク。TikTok サブスクって？サブスク専用限定の？なんだっけ？動画とか、配信ができるやつだよね。よくわかんないからやってない。サブスク限定の動画、あ、載せてるんだ。私は、じゃないかな。サブスクでしょ？いやもうね、ツイッチがあるから、いいかなと思って、TikTok。サブスク。TikTok のサブスクっていいの？わかんなくってやってないです。うん、私、インスタもあるね、サブスク。だから、いろいろない？サブスクって。X も多分あるよね。そのさ、個人で始めるさ、サブスクが。確かに。月額800円くらいだから、みんな。サブスク？ひなこちゃんサブスク抜けちゃったっていうのはここだけの話。こんばんは。抜けちゃったんかい。ツイッチは私サブスクある。いつもの方ありがとう、こんばんは。こんばんは、とも。サブスク見てみよう、ひなこ熱。奥原さん。これかな、アカウント。サブスク、あとは、180円。月。何のあるんだ。TikTok ライブライブするんだというか、インスタのサブスクいい？あ、サブスクいいですか？私サブスク限定でいろいろさ写真とか載せるのはいいかもしれない。私がSNS 更新しなきゃってなるかもしれない。しなきゃってなるためにさ。まあ、いい手かもしれないけど。5人くらい減ってた。あ、人数見れるんだ、これ。すごいな。2度目の方ありがとう。こんばんは。それなら全員お願いします。使命感想出ちゃうかなと思って。やらなきゃっていう。更新しなきゃって。それはいいかもしれないね。あの、ツイッターか、すぐにみんな入る。100人で、夜間警備、いやい。100人違いますよ。600人。ショールームの許可ともず600人でだから。こんばんは、どうも。なんかすれば使命感出てくるならお願いします。インスタのサブスクはどっからさ、見れるの？いろいろ。なんかさ、こういうのができるようになるみたいな。難しい。難しい。サブスク。どっから見るの？ビジネスツール。あ、これか。サブスクリプション。どういうのをさ。あ、いろいろ値段があるのね。決めるやつが。何ができるようになるの？これって。限定の、あ、動画投稿。あ、投稿を、動画、ストーリーができるし。いくらから？なんか、いろいろあったよね、値段設定。50円から800円まである。
なんか TikTok も自分で決められそうだね。サブスクの値段。3万ぐらいでも高すぎだろ。高すぎだろ。ひなこはやっぱり個人じゃないのか。え、ひなこは個人でやってる。TikTok のサブスク。2度目の方、あつおもの方、ありがとう。こんばんは。50円からある。あの、サブスク。50円か。50円、200円、400円、600円、800円。ある。50円確かみんな入ってくれそう。安っ。個人でサブスク回していくの大変？大変なの？二度目の方ありがとう。TikTok はどうなんだろう？ちょっと見てみるわ。TikTok。サブスク？どっから？TikTok のサブスクってどうやって見るんだ？サブスク。サブスク。サブスク。アカウント？ビジネスアカウントに切り替える、これか。カテゴリー入れなきゃいけない。ゲームにしとくか。適当。え、なんかめんどくさいな、設定が。メールアドレスとか入れなきゃいけない。あ、これでいけた。なんかこれで見れるのかな、ビジネスで。なんか違ったかも。TikTok のサブスクってどう見るの。コンテンツ設定違うか。広告違うか。え？めっちゃむずい。わからない。アカウントじゃないしろ。個人アカウントに切るか、やっぱり。なんか個人アカウントじゃないと、なんかね、使えない音源とかあるんだよね、確か。わかんないわ。まあ、TikTok ライトっていうの。難しい。うん、フォローありがとう。ありがとうございます。初音の方、二度目の方もありがとう。事務所に管理してもらうの。苦情が出た時、本人が対応せ、確かに。TikTok のさ、サブスクはちょっとよくわかんないわ。あ、TikTok スタジオ、これだ！あった。サブスク。TikTok のサブスクは？ん？わかんないわ。なんか見れないわ、値段知って。私 TikTok ライブ一回もしてないから。なんか条件がいるみたいで、なんか TikTok のコミュニティガイドラインをなんか守ってる。ライブにアクセスできる。過去28日以内にライブ配信を30分以上している。フォロワーが1000人以上いるっていう、なんか条件があるわ。配信してないから見れないや。なんか条件あった。あら、中学でクズを言うぐらいなら登録嘘になって書いとけば大丈夫。炎上しない？大丈夫。初音の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは、どうも。TikTok ライブ。まあ、いつかやるわ。やるかわかんないけど。TikTok ライブな。サブスクっていいの？サブスク。何がいいかな。でも
もツイッチあるからなと思ってる。ツイッチのサブスク、いやツイッチのサブスクにいろいろさスタンプだったり作りたいんだけど、まだ作ってないっていう。バッチャも作りたいんだよね。作るのむずそうだけど。TikTok、インスタ、ショールーム、ツイッチ、YouTube、5媒体とかじゃないし。大変。やばい。二度目の方に、どうかな？足しないで体で撮ってたらやばい。TikTok はね、なんだっけ、限定のサブスクライバー、サブスクライバー、サブスクしてもらってる、サブスク撮ってる人限定の動画投稿ができる。配信もあるけど。多いと、そう、多いと管理できなくなりそうだから。てか、体験になりそう、私が。いろいろ更新が。TikTok ライバーはなる気ない、あんところ。ほんとごめん。二度目の方、ありがとう。こんばんは。まあ、TikTok はなんか TikTok ライブはなんか、すごい石王みたいな人がいて、なんか、すごいポンってすごいの投げる人がいるっていうのを聞いたことがある。だけ。ひなこかな、なんか言ってた気がするな。ひなこはまだ会ったことないって言ってた。って言ってた。らしいよ。ね、TikTok のさ、ギフトって、あれだもんね、なんか、いろいろあるね。ライオンって書いてある。ギフト。アニメーションがすごいイメージってこと。うん。米先生、まだ同じ写真でいいやん。サムスク。まあ、確かに。石油王の方、よろしいよ。都市伝説、確かに。ひなから聞いた話によるとね、いるらしいよ。ポンって投げる人がよろしい。ひなこはまだ会ったことないって。都市伝説があるんだって。いつもの方ありがとう。こんばんは。どうも。わけわかんない額のギフトあった気がする。すごい。TikTok って儲かるんか。ライブ自体はショールームと変わらないんじゃないかな。TikTok も。ショールーム、ここはギフトあるけど、ちょっと違うな。TikTok のギフトの値段見たことある気がする。めっちゃ高いのある。ショールームよりも。ショールーム多分最高が、10万ポイントっていうのかな。熊みこしのやつだよね。だよね。TikTok は、もっと上のがあった。びっくりしたね、見て。おまんまだもん。きっと、そういうのを投げる、石油王の方がいるんだよ。ひなこから聞いた。見てみたいな。そういう人、投げてるところ。こんばんは。課金するけど還元率。確かに還元率もあるから。多分、TikTok とショールーム、あんま変わんないんじゃない？一緒ぐらいと。石油王のお休み。そう、まさか。FF10 円ってて、UAE って何？の人と同じになったことある。UAE って何？どっかの国？二度目の方ありがとう。初音の方もありがとうございます。もう口座番号書いとくのがいいんじゃない？ダメ。ダメだよ。危ない。こんばんは。今日で気をつけてるのがいいのか。あ、アラブ首長国連邦 UAE？ アラブ。家に遊びに来いって言われたけど怖すぎて行けてない。それは怖い。危なそう。こんばんは。なんだよくない？なんだ？あ、でもだいぶよくなった。まだ咳当てるけど。だいぶ、だいぶよくなった。
TikTok って中国発のアプリだから、爆買い中国人みたいな人がいて、ポンって投げてくれるのかも。あ、TikTok って中国ですなの？初めて知った。あ、そうなんだ。いるのかもね。ひなことか、じゃ現れたら教えてもらおう。まだいないらしいけど。いつもの方ありがとう、こんばんは。じゃあもう配信アプリは、TikTok はいいかな。Twitch とショールームだけでいいかな。2個あるだけで十分じゃないかなり。配信のアプリって。まあ、TikTok は配信アプリっていうか、動画投稿用のアプリで使っていけばいいけど。頭の方ありがとう。こんばんは。どうも。受けないとな、なんか大変になりそう。いるゲストお友達になる。無理だよ。みんな、TikTok、石油狙いで TikTok もいた。大変。はい。今年ステラ、あ、そう、ステラも狙えたしね。あ、YouTube ライブ ?YouTube はじゃあ動画投稿でいこうかな。TikTok は中国の企業が多い。あ、そうなんだ。こちゃ、ワンセブンライブ。いろいろあるよね、配信アプリ。多すぎて。変よ。あの1時間1の方とずっと3万くらいのさ。確かに。ずっと同じポイントぐらい。ずっと3万ポイントさ。TikTok 危ないの。とかでも、動画どこだけでいいかな。撮って。するとしたらインスタ X はよくわかんないから。X もあるよね、きっと。X の。サブスク。資格がまだありませんだって。資格ないらしい。何資格って。承認される。あ、これ、私、承認って何？あ、承認、バッジつけなきゃダメみたい。X は。自分がまず、X のサブスクに入って、しないと、できないらしいわ。難しいな、いろいろ。初音の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。関係日やってバズりましょう。バズる？まあ、今日方もず600人で、やりますよ。TikTok はセキュリティ問題。あ、そうなの。承認。一個目の承認の方。承認がいる。どうしたらインスタかな。まあ、私が投稿しなきゃっていうさ、風になるんだったらいいかもだけど。そうなるんだったらいいかもね。投稿しなきゃっていう、こう、責任感。こんばんは、どうも。二度目の方、ありがとう。まあ、で、喋っとこう。喋っときます。サブスク、どこわかんないから。今ちょっと投稿しなさすぎるから、こうしなきゃっていう風になるために、追い込まれるために、始めるのもいいかもだけど。ヤマケンさんファンレベル24、ありがとう。二度目の方もありがとう。フロムやってくれるだけでも嬉しいです。いや、優しいね。まさか関係日してから。関係日早くやらないとバズる気を逃す。だから関係日は許可多分600人いったらさ、やる話じゃん。まだです。だから。インスタが一番さ、確かに。確かに。インスタ、良さそう。インスタね、考えておくよ、じゃん。インスタ更新してくれな、ミニ君。見に来てくれる？しなきゃね、SNS 投稿してなさすぎる。マイファンレベル24。ありがとうね。ありがとうございます。今ホラーやっとくと夏にホラー案件もらえるかも。来る？でもホラー案件、ちょっと、そんなめちゃ嬉しくないかも。
ホラー苦手。苦手だから。二度目の方ありがとう。こんばんは。とも。投稿してくるようになるのは何でも嬉しいです。ちょっと、終われないとしないからな。よくない？こんばんは。とも。ちょっと歌入ってきていい？待ってて。小気味置いてきます。いってきます。待ってて。ただいまただいま、ただいま、よいしょ、二度目の方、ゾムの方、ありがとう。こんばんは。ただいま。1分じゃないわよ。測んなくていいの。やめてよ。こちら、こんばんは、んだもん。こんばんは。TikTok のコメント、見てるよ。見てますよ。TikTok。こんばんは、初物の方、ありがとう。TikTok のコメントね、見てる。こんばんは、どうも。どうも。こんばんは。こんばんは。二度目の方、ゾムの方、ありがとう。今日方もず209人。中安さん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。コメント見て切れたこと。え、ないよ。ない。ないですよ。ありそう？ないよ。ないですよ。今度ライブ、TikTok ライブやってみようかな、一回だけ。どういうものか試し。まあ、そんなに、やらないと思うけど。たまーにやろうかな。たまーに。さすが天使？何？さすが天使。アンチコメントに対してはどうだよ？アンチコメント？あんぐらい。あんま。あんま。確かに何これと思うのはあるよ。正直。思わない人いないでしょ。そう。
2度目の方ありがとう。気にしてもしょうがないしな。こんばんは、どうも。治安悪い。え、何が？治安悪い？ヤシャンさん、ファンレベル11、ありがとう。かっこよ。あとはもんの方、ありがとう。あるんかよ、あとでチェックしてみる。あ、TikTok コメント。TikTok ではもう見たことないかな。相手が多いと大変になるけど、頑張れ。そうだよね、だから。スマホにしとくんだけど。一回だけ TikTok ライブ？たまーにしてみる。TikTok。TikTok。どうしようかな。TikTok ライブ。会わなくてもいいかもね。まあ、新しい人が見に来てくれるかもしれない。媒体が多い方が。その、ショールームとは違う人。振り込む？みたいな感じだったらいいかも。チェアファンサイのアプローチがてら。そうそう。だから、たまーにするのはありか。あつもの方ありがとう。TikTok でアンチコメントない。いや、私は、なかった気がするけど、あったかな？ TikTok はなかった。時間じゃない。あ、ほんと、27分だ。ありがとう、教えてくれて。もうそんな時間だったか。じゃあ、13位からランキングを見たいと思います。13位、うまみさん、ありがとうございます。12位、プッチーニさん、ありがとうございます。11位、ケンセマキシさん、ありがとうございます。10位、お豆さん、ありがとうございます。うん、ファイト、ギフト、ありがとう。これ、なんて読んだ？に、ヤスさんだよね、これね。読み方がわかんないよ。10位までの中、次9位、ポップ、キョカタム大好きだよさん、ありがとうございます。8位、モスさん、ありがとうございます。7位、ムムさん、ありがとうございます。6位、キャンシーさん、ありがとうございます。5位、カザトマグ、キョカタムズさん、ありがとうございます。4位、ニャンバクさん、ありがとうございます。3位、ティンさん、ありがとうございます。2位、りょうさん、ありがとうございます。そして1位が、しばせっきフォローマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。いつもの方、ありがとう。二度目の方も、ありがとうございます。よいしょ。夜配信1回目、ありがとうございました。あと、この後は、1時間後、22時半から、する予定です。寝るんかい？寝ないよ。寝ない。今日はもう1時間しか開けなかったから寝ないです。チャーハン食べてこよう。後で、1時間後に、22時半からやります。TikTok ライブってさ、パソコンからできるのかな？見てみようかな。調べてみよう。そこからできるんだったらありだな。できないんだったら、ちょっと、考えるわ。TikTok、調べてみろ。今の時間で。チャーハンタイム、行ってくる。無理なのかな？あ、見てく、調べるわ。二度目の方ありがとう。そろそろ終わろうかな。じゃあまた。また後で、また22時半からの配信で。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。